これは枝豆の種をまいて、今本葉が出てきたところです。ここに植え付けようと思います。植え付け完了です。水やりは苗の根のところだけ濡れるような感じで、苗のところだけしっかりずつやりました。多分大丈夫だと思うんだけど、またちょっと肥料を混ぜるのが遅かったので、それがちょっと良くないんですが、でこっちの草むらに見えるところ、これはニンニク畑です。ニンニクが植わっています。これニンニクを一粒ずつに分けずに、丸々の塊の卵と植えたらこうなります。よし、できました。これが家で食べるようで、こっちは秋の10月ぐらいになったらまた一粒ずつに分けて種にしようと思います。これ石垣の隅から生えてる木なんですが、多分ザクロの木だと思います。で、去年は花が咲いてなかったんですが、今見たらすごい花がたくさん咲いています。で、つぼみがなんか変わってますね。面白い、綺麗な花が。かなり強い木みたいですね。ヒコバエとかがものすごい出てきます。切っても切っても。これは菊芋。もらった種芋をここに埋めておいたら、こんな風にものすごく茂っています。これもすごい強い植物みたいですね。食べれます、あの芋が。これはキウイの棚なんですが、実が
こんな風に一つの今年伸びた枝からこれ今例えば8個とかついてますが、こういうのを今年は実を間引いて一つのこう枝に対して1個ぐらいにしてやろうかなと思います。1個2個とか、まあ1個かな。そしたらより実が大きくなって美味しさも甘さとかも増すと思います。あまりにこう小さい枝とかはどうがいいかな、1個だけ残すかなしにするかとか、実も明らかにおかしいような実はもう取ってしまってすごいたくさんなってるので、あまりにありすぎても食べきれないし、こういういいやつだけ残して、こことかも実がすごいです、間引いてやろうと思います。これもこんな風に、一個にして、こんだけ適化というか積んでももう十分ぐらいありますよ。これズッキーニの雌花に雄花つけて人工授粉してみよう。まだあんまり雌花は咲くんだけど雄花が少ない。キュウリできてますね。これは早とうりっていうウリなんですが、種のウリをもらって植えたんだけど、葉っぱは出たけどなかなか伸びてこないですね。今でもちょっと伸び始めたとこかな。なんかこの状態からあまり変わってない。里芋、あ、なんか食べられてるな。スズメガの幼虫が食べるからね。これはさつまいもの苗を一時的に植えてるんだけど、そろそろ分けて植えないと。朝家のドア開けて外出たらこうやって目の前で自分の家庭菜園がいつでも見れるのいいですね。やっぱ植物の成長がすごい分かって、広さもちょうどいいし、いろんな米ぬかとかもみ殻とかくん炭作ったり鶏糞入れたり草を入れたりとか、土を良くしてふかふかにいつもして、いつ何を植えてもそこそこ育つような感じにして、いろいろ自分たちの食べるようなものいつも植えれたらいいなと思います。いい感じに野菜とかがこう育ってくるとこうとても楽しいです。日々変わっていって、